はい、今日はですね、YouTube ライブをする方法という動画でございます。すごく簡単です。これがね、私の YouTube チャンネルなんですけども、そうだな、YouTube ライブしようかなと思ったら、こちらの方をね、ちょっとクリックしていただくと、ライブ配信を開始ってあるじゃないですか。まあ、これを押すだけなんですよ。これを押すと、パソコンのインカメなりね、USB で繋いだカメラ、およびマイクから、自分の表情とか、自分の声が、全世界に公開されるわけですよね。まあ以上なんですよ。これがまあ一つです。あとスマートフォンでやる方法もこれから紹介させていただきますね。はい、スマートフォンでやる方法なんですけども、同じですね。右上の方に、こういうのがありますんで、ここをクリックするとね、コマンド分かれますんで、ライブを押します。で、まずはタイトルを入力して、音がしてますよね。タイトル適当に入れてください。そして次へを下の方からタップします。で、そうするとこういう風に画面切り替わりますんで、これね、縦横を合わせるといいですね。私の場合はこういう風に横でやるんですけどもね。で、これサムネイル画像も撮ってくれますんで、もうほんと自動にやります。で、撮り直したい場合は、この右上の鉛筆みたいなところを押すとですね、コマンドが入りまして、撮り直しっていうのが出てきます。ちょっと待ってみてください。これですね。サムネイルを撮り直すになりますんで、上から2つ目を押すと、もう一回撮れるようになりますんで、もう一回撮ってみましょう。撮れたでしょ？で、あとは、メール入りましたけども、ライブを開始を押すだけですよね。以上です。